おはようございます。沖縄ネットです。非常にねいい天気なので、まあ海の動画を撮りに行くんですけど、何しよっかなって思った時に、空港から一番近いビーチはなんかあんま綺麗じゃないみたいな都市伝説みたいな話が結構あるんですけど、それは本当なのかなっていうのをちょっと映像を見たらもう分かるじゃないですか。で、空港から一番近いビーチっていうのが一つかな、波の上ビーチっていうビーチがあるんですけど、ここが多分空港から一番近いんですよ。で、それをちょっと今回お伝えをしていこうかなと思います。では行ってきます。さあ着きましたよと。さあどんなもんでしょうね。ここが一番空港から近い波の上ビーチっていうビーチですね。まあこんな感じですかね。わかりますかね、色。まあね、結構ね空港の近くは綺麗じゃないみたいな言われるんですけど、普通に綺麗ですよ。結構多分都市伝説的な話し方が盛り上がってしまってそうなってますけど、全然ね普通に綺麗なんですよ、海自体は。ほらね、あ、綺麗だな。なんか改めて見ると綺麗ですね。ほらね、こっちにちょっと橋があったりねするのがなんかちょっと都会の中にある感じはするんですけど、でもこれあれですよ、これ那覇市内ですからね。でここは空港からねだいたいなんか順調に行ったら5分ぐらいで行けるんですよ。でもすぐ海入りたいっていう人いいんじゃないですか。暑いな、しかし暑い。波の上ビーチは駐車場とかも全然普通にあります。駐車場有料なんです、有料だったかな、有料なんですけど、あ、普通にあります。空港から一番近いってだけあって環境はやっぱいいですよ。駐車場こんな感じですね。普通にしっかりした駐車場があるんで車も全然止めれます。いい天気だな、夏だなこれ。このサンダルどう？買ったんすよ、結構した。必需品なんでね沖縄はね。あ、どうでもいいってねそんなこと。はい、上から見た波の上ビーチこんな感じです。まあビーチとしてはだいぶね、だいぶこじんまりしたビーチなんですけどね、これぐらいの感じの綺麗さです。広まる噂ほど汚くないんですよ。あれなんであんな噂なんだろうなと思うんですけどね。もうやっぱ沖縄何回も来て目がねやっぱ肥えた人、北部行ったり離島行ったりしてる目がねやっぱ発達してしまった人からしたらそんなに綺麗じゃないのかな。こんな感じですよ。どうですか、割と綺麗じゃないですかね。ほら下も透き通って見えて、でこれね人こんな、まあ、まばらじゃないですか。まあ今朝の9時半ぐらい、今10時ぐらいっていうのもあるんですけど、これ日曜日ですからね、朝の10時日曜日でまあこんな感じで、昼頃になるともうちょっと人がバーッとこう来始めるのかなと思いますけどね。はい、どうでしたかね。思ったより綺麗だったと思います。空港から一番近いビーチになるので、まあもうすぐに海入りたいと、ちょっと遅れたりしたか時間もないしすぐちょっと海行こうっていう方はぜひ使ってみてくださいね。まあ、行ってほしい場所など調べてほしいことなどあったら、コメント DM、ご連絡でメッセージをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。